にちは、バイエンドです。今回は実は諦めない方がいい LINE の文章についてお話ししていこうと思います。以前の動画で実は諦めた方がいい LINE の文章についてお話ししたことがあったんですけど、やっぱりそういう動画をね上げると、バイエンドさん、僕これからどうやって持ち直したらいいのですかという人もやっぱいたんじゃないでしょうか。今回は逆に実は諦めずに続けていった方がいい LINE の文章についてお話ししていこうと思います。今回は早めに私の動画で学んでください。もしも今度が良ければ高評価とチャンネル登録してつけるとありがたいです。それではバイ&チャンネルスタート。今回はですね、初級編と上級編をお話ししていこうと思います。2つ目、相手から会話の始まりをすることがある。まずはあなたと相手どちらから会話を始めているかということなのですが、よく相手のことを脈なしだと勘違いしてしまう人は、自分から LINE の会話を始めることが多いから脈なしだと思ってしまう人が多いです。しかし相手から一度でも会話が始まった場合に関しては、あなたと LINE をすることに対して嫌だとは思っていないということの表れです。大事なのは、まず相手があなたに対してマイナスなイメージを持っていないということを念頭に入れた状態で楽しく会話を始めることが大事です。連絡が来たら変に意識しようとせず、楽しく会話することを心がけてください。2つ目、文章が複数行で返ってくる。脈ありかどうかを判断する一つの材料に文章量も挙げられます。例えばあなたと LINE の頻度がそこまで高くはないけども、相手と一度会話をし始めると3行以上の中くらいまたは長めの文章が返ってきたり、あなたへの質問文が入っているなど、文章量が多ければ多いほどあなたに対して興味関心を持っている可能性があります。もしもあなたに対して全く興味がない場合は、相手ができるだけ早く終わらせたいと思う傾向があるので、軽いスタンプだけで返したり一行の文章だけで返してくることもあります。3つ目、既読無視をされることがある。これだけお話しすると、既読無視をするのに脈なしじゃないなんてことあるんですかと思われるかもしれませんが、未読無視をするのと既読無視をするのでは少し違いがあります。これに関しては逆バージョンとして前回の動画でもお話ししたんですが、既読無視する場合はあなたに対して読まれているということ自体を認知されてもいいという前提があります。反対に未読無視になると、読んだかどうかもわからない状態として置いておきたいと思っている可能性があるので、あなたから追加で LINE をさせづらくさせたり、このまま LINE の会話が終わってほしいと思っている可能性もあるからです。既読無視に関しては、あなたの文章は読んでいるよと思っていたり、後日に返してくれる場合であれば相手が悪気なく行っていた可能性も高いので気にする必要はありません。さて、ここまでに関しては諦めない方がいい LINE の初級編としてお話させてもらいました。ここからに関しては上級編として、見落としがちだけど意外と相手が脈ありとして送っている可能性が高いものをいくつかお話ししていければと思います。1つ目、変なスタンプを送ってくる。以前私に実際に相談してきたものなんですが、相手がいつも変なスタンプを送ってくるので、どうでもいい存在と思われてるってことなんですかねという質問が来たことがありました。確かに純粋に考えれば、好きな人に対して送るスタンプはできるだけ可愛いスタンプを送ろうとするのが一般的と考える人が多いですし、男性だったらできるだけかっこよさげなスタンプを送ろうとする傾向があると思います。なんですが、これ特に女子の場合なんですけど、変なスタンプを送ってくるというのは照れ隠しとして送ってる可能性もあります。自分からこうアプローチしたいと思っていても、それが恥ずかしくて可愛いスタンプとかベタないいスタンプっていうのを送ろうと思えないっていう風に思う方もいらっしゃるんですよね。実はこれ私も割と当てはまることで、好きな人であればあるほどちょっと面白かったりふざけてるなっていう相手からのツッコミにつながるようなスタンプを送った方が会話が続きやすいっていう保険もかけれるので、いいなっていう風に思っちゃったりはするんですよね。もちろん好きな人に対してそのまま可愛いスタンプを送ったりかっこいいスタンプを送ったりする人も多いと思いますが、変なスタンプを送られたからとその人は自分に対してどうでもいい存在なんだと思っているわけではないということは認識した方がいいでしょう。2つ目、文章を返してくるのが遅い。文章を返してくるのが遅い人って結構いたりしませんか？こういう人を見ると自分に対しては脈なしなのかなと思うんですが、実はそんなことはありません。本当にどうでもいい人だったり、できれば早く LINE 終わらせたいなと思う人とはどんな対応を取るでしょうか？この時多くの人が文章を返すのが遅いのではなく、次の話題をなくそうとする傾向の方が高いと思います。遅くてもちゃんと返してくれるのであれば、あなたに対して一概に脈なしであるっ
というわけではありません。例えば早くても遅くても話題をなくそうとしてスタンプをたくさん多用してきたり、一行で文章を送ってきてあなたから質問がなければ即座に LINE が終わってしまうというような対応を取られた場合に関してはなくなしの可能性もあるかもしれません。ただし文章の返答の遅さに関しては相手の生活リズムだったり他の人にどう対応してるかによって全然変わってくるので、ここに関して即座にやっぱりなくなしなのかなと決めつけるのは良くないです。3つ目、デートに誘うと相手ないから次行きたいと言ってくる。相手でデートを誘った経験のある人が断られた時にはやっぱダメだったかと思う人って多いですよね。断られた側からするとお誘いをするまでにも勇気を振り絞って言ったっていう人もいると思いますし、振られた時のダメージも大きいと思います。この時に相手がごめんなさい今会いたいから次の時に行ってもいいですかというこの言葉は一見あなたに対して脈なしであるサインに見えてそうではない場合も多いです。理由としては次行きませんかという言葉です。単純にすみませんデート行けないですという連絡をしてきただけだと次を匂わせないのであなたと本当にデートに行きたいかはわからないのですが、相手がもしも次行きませんかというふうに言った場合に関してはもしかすると相手が本当にただただ自分の予定が空いてなくてどうしても行けないからできるだけ早い段階であなたとのスケジュールを確認したいですというふうに言っている可能性があります。この時に相手からもしも候補日が送られてこなかったとしてもあなたが候補日を送ってみたり友達を誘って複数人で行ったり相手がもっとワクワクしそうな違う場所を再度誘ってみるのアタックの方法を変えてみるとちゃんとデートにつなげたりすることも多々あります。いずれにせよ脈なしであると判断するには早いものではあるのでぜひ違った方法でアプローチし直してみるといいかもしれません。4つ目、相手から LINE をしてこない。いつも自分からしか LINE をしないからやっぱり相手は脈なしなのかなと思う人もいるかもしれませんが実はそうとは限りません。 LINE をスタートさせるのは言っちゃえばタイミングの問題です。全く何の脈絡もなく始めることもあるかと思いますが大体は何か実際に会話をしてその盛り上がったトークの後に LINE で続きの話をしたり何かイベントごとなど相手と会ってからその話が LINE でも続くなど何かきっかけやタイミングが関連して始まっている場合が多いかと思います。もちろんそうじゃない場合もあるかと思いますが今のような会話で始めた方が会話は長続きしやすいですよね。どちらが LINE を始めるにしてもタイミングというのは大きく関係していたりするので自分からいつも LINE をしてるからこれは脈なしかなと決めつけるのは良くないです。相手がしようと思ってた時にあなたからすることもあったりもしかすると最初からあなたにしてほしいなと思っている人っていうのもいたりします。これは特定の人が考えがちな行動ではあるのでいずれにせよ諦めるべき LINE ではないかと思います。ちなみになんですがちょっと番外編として LINE をより長く続きやすくするにはどうしたらいいのかっていうのもお話ししていければと思います。これに関しては動画の内容から少しズレが生じるので私が実際に続けていたやり方っていう形で紹介をさせてもらう程度にしようと思います。実際にまあこういう続けやすい LINE の方法とか会話術に関係してくると思うんですけどまた別の動画で何か1本出せればいいかなと思うのでコメント欄などでそれ知りたいですっていう声が多ければ撮りたいと思います。私が主にやっていたことは2つの観点からありました。1つ目は趣味の共有です、まあ、自分ごとに置き換えてみるとすごい分かりやすいと思うんですけど好きなこととか趣味とか最近ハマってることとかを語り出すとすごい話しちゃうっていう人結構多かったりすると思うんですけど私はなんかその心理を使って相手に話してました。自分と共通の趣味だった場合はもちろんそれについて話すっていうのもあるんですけど正直おすすめは自分と趣味が違う人の方がこれ話盛り上がりやすいかなってっていう風に思います。相手の知らないものを自分が聞くっていうスタンスの方が相手が知らないっていう前提で話してくれるので結構細かく喋ってくれたりするんですよね。私魚がすっごい趣味な人と好きになった経験があって魚あんまり知らなかったんですけどその人が魚が興味あるっていうのをきっかけに魚のことを調べるようになってその人は特に熱帯魚に興味がある人だったんですけど例えば熱帯魚ってどういう風に飼育したら長生きしてどういう風に飼育したらすぐ死んじゃうんですかとか熱帯魚って言われるもの全体の質問をたくさんしてました。でそうすると相手も自分の好きなことを語れるっていう面だったり自分と好きなものを共有できてるって親近感につながったりしてったんでこういい関係を保てたっていうのがありました。2つ目のポ
ポイントとして文章以外のコミュニケーションツールを増やすっていうことです。例えばでも熱帯魚の人だったら熱帯魚なんか面白い顔に検索して変な魚の写真とか送ってこれ可愛いと思ってするんですかわらわらみたいな風に言ったり、そういうこと言うとなんかいや違うよみたいな、僕はこういうのが好きだよっていう風に送ってくれたりするんですよね。でこの文章だけじゃなくて視覚的に見れるものがたくさんあったりすると会話した時にも会話がすごい盛り上がってるなっていう感じが実感できる。これすごいいいのって趣味の話こっちからいっぱい聞いてるから、私が趣味共有をした時に仮に相手が本当に興味がなかったものだったとしても、私が最初に根掘り葉掘り相手のこと聞いてるからバイアンドちゃんのことも聞こうって言った気持ちになるのか、同じように結構質問し返してくれることって多いんですよね。今回動画だけで参考になったかわからないんですが、私は個人的にやってたものをちょっと紹介させてもらいました。今回タイトルである実は諦めない方がいい LINE の文章についてお話させてもらったんですが、もしもこの動画で参考になるものがあれば幸いです。それでは最後までご清聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。それではバイアンドでした。バイバーイ。